はい、レオンチャンネルです。初代妖怪ウォッチのリニューアル版デラックス妖怪ウォッチ音符バージョンとメダルセット01を使って召喚音を鳴らしましたので、今回は0203を使って16種類のサウンドを鳴らしましょう。まず02の方が古典妖怪だったりとか、エンマ大王ね。エンマって言ったらやっぱこのパープルカラーですよね。妖怪メダル音符セット02、妖魔界からこんにちはで、大釜土雲とか、古典の代表的なメダルも入ってますね。桃太郎にゃん、エンマ大王、主天童子だ。そして土雲、大釜、吹雪姫のイラストかわいい、ひもじい、グレルリン。でも初代妖怪ウォッチの形のものから、ゼロ式のサウンドが鳴るのが、なかなか違和感あるんだよな。冬にゃんも人気でしたね。冬霊の冬にゃんね。ゼロさんの方は、あら、めでたい人気妖怪参戦で、なるほど、めでたいメダルとかもラインナップされてるんだ。エンラエンラ、カッパー、めでたいメダル、チョコ棒も散々食べましたよね。めっちゃ美味しいし。ほのぼうの、どんよりーぬ、冬にゃんに、光おろち、闇キュービー。このあたりも簡単に手に入るんだもんな。で、前回も言いましたが、ここの、霊の形状自体が、元々の、同じ妖怪のものから変わってますから、9番のデラックス妖怪ウォッチには対応してなくて、新たな音符バージョンの妖怪ウォッチにのみ対応してますね。じゃあまずは02の8枚、エンマだよ。この辺も懐かしいし、初代から本来は、なんないサウンドだよね。そして大釜。あ、ちなみに、そうじゃないよも、そうじゃないよ。なりますね。なんか回転アクションがないと、寂しいんだよな。土雲。この辺がリニューアルされてどうなるか。主天童子。桃太郎にゃん。桃太郎にゃん。さらに初期系ですね。グレルリン。いい。やっぱ初代の妖怪ウォッチにはこのスタンダードなやつが合うな。ひもじい。合うね。気持ちいい、ズコ。じゃあ、02に最後は、吹雪姫。次は、03系の8枚いきましょう。めでたいメダル。なんかめでたいメダルってサウンドなんなかったっけ？チョコボー欲しいにゃんで、あ、この反応もない。もうセットして終わりだ。ケータ君ボイスもなんない。
サウンド変わるのか。僕は死にましん。めんどくさいにゃん。これ何音あるの。ただいまにゃん。特別な音声が鳴るって確かに書いてある。この辺までかな。冬にゃん行こう。カジさんボイスだから。勇ましい召喚であります。冬にゃん、これでよし。うん、エレンっぽい。ガオーンとは違いますね。ほのぼーの。ポカポカ召喚。さあ、ポカポカなんだよ。ガイチョエルガ。花ばーな。行ってこーい。ドンヨリーヌ。必ずかーつ、合ってないような気がする。そしてエンラエンラ。エンラエンラ、俺の友達カッパ。リチ召喚であります。闇キュービー。ロッキー。あれ？あ、この辺のサウンドいいっすね。最後、光オロチ。って感じで音符バージョンとメダルセットを買えば、妖怪ウォッチの枠を超えた様々なサウンドを楽しむことができます。でもやっぱゼロ式系は妖怪ウォッチゼロ式で遊びたくなりますよね。おっと、召喚の構え。いや、これはやっぱ神玩具だわ。0、1、2のこのアクションで鳴らすのはよくできてんだよね。おっと、召喚の構え。ジャジャジャン、ジャ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 ン、ジャッジャッジャー。勇ましい召喚であります。マンゴジシ。ゼロ式ってさ、こうしてこうしてこうみたいなアクションがこうからこうみたいなね、楽しめるのがいいんですよね。ただもちろんこの元々のゼロ式に今回のメダルをセットしても、このメダルは対応しておらず使用できません。いいエラー音、エラー音が鳴ります。おっと、妖怪探知。やっぱゼロ式いいな。以上、デラックス妖怪ウォッチ音符バージョンに対応のメダルセット0203の紹介でした。